シートが竹ちゃんさんとか知ってる？おめえに言われたくないよ。そうっすよね。こっちの方が世代だよ。割と。そうなんだって、マーシーがさんなんだ。そうだ。なんだって。何がだ？おめえ寝てたの？おしいだよ。本当か？あ、それ行きますか。え、どれ行くの？いや、こっち系かなと思って。いや、いいよ。こっち系行きたいな。じゃあ、こっち系で。で、これね。あ、それですか？いや、じゃあ、あっち。はい。もうちょっとね。じゃあ、友達のね、バンドにザ・パンクロックプロジェクトっていうバンドがいてさ、その人たちを聴いててね、これめっちゃいい曲だなと思った曲をちょっと一曲やりたいと思います。もしかして。もしかして。もしかして。じゃあ聴いてください。
皆さん知ってますか？え、知ってるよね。知ってる。むしろお前が知ってるのかって話。自分で自分に突っ込んでた。自爆だ、自爆。学んだね。嫌いだ、嫌い。そう。トーマツね、ザ・パンクロックプロジェクトがね、オリジナルの曲をやる前にブルーハーツのコピーをやってて、めっちゃいい曲だなと思って、俺もやりたいなと思って、ちょっとやりました。それが始まりです。そして次やる曲はそのザ・パンクロックプロジェクトが影響を、そのザ・パンクロックプロジェクトっていうギターボーカルのそのアズマ君って人がパンクロックやろうと思ったきっかけになったバンドがやった曲をやりたいと思います。めんどくせえ、ややこしいな。ごめん聞いてなかった。なんでだからそのザ・パンクロックプロジェクトってバンドがあるでしょ。そのザ・パンクロックプロジェクトでギターボーカルやってるアズマ君が、アズマ君がパンクロックをやろうと思ったきっかけになったバンドを早くやれ。OK。 じゃあブルーハーツの中から。